されるんですよ。それも一回じゃ済まないんですよ。もうちょっと引っかかった子は半年ぐらい経つとまたエコー検査されてまた引っかかりました、また細胞を取りますって。皆さんどうですか？例えばお仕事の時に、ああ明日は検査があるんだなとか、あと子供なんかもね、試験勉強したいけど、まあ、またあの検査明日があるのかとか、もうとにかく子供ですよ、大人だって嫌じゃないですか。自分の子供がそういう目に遭ってたらどう思いますか？もう見ちゃいられないですよ。どうか福島の親御さん、あと喉に注射針刺されて細胞取られる子供の身にどうかなってくださいよ。本当にお願いしますよ。報告がいろいろあるのとお話ししたい方もいると思うので、ここだったらこの後の反
30年とぶつからないので、ここでやり続けたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、まず、はい、本来であれば行くべき、読み上げるべきだった、どういう要請書を渡したのかということをちょっと改めて読み上げますので、共有させてください。それなりのやり取りができました。内閣総理大臣安倍晋三様、厚生労働大臣、塩崎久久様、福島県知事内堀正夫様、県民健康調査検討委員会座長星北斗様、2016年6月17日市民団体脱被爆実現ネット、第23回福島県県民健康調査検討委員会の発表を受けての抗議要請書。1、福島県の甲状腺がんについては県民健康調査検討委員会でも数十倍のオーダーで多いとされている。政府は福島原発事故と無関係という立場をやめ、事故の責任者として小児甲状腺がん以外も含めた県民の健康調査を行い、福島県民の命と健康を保障せよ。2、検査で見つかった患者に最大限の医療保障を行うこと。3、政府は年間1ミリシーベルト以下という事故前からの被爆線量基準を守り、これに照らし合わせて安全策を取ること。4、放射性管理区域と同等以上の汚染地域に住む人たちの避難の権利を認め、避難希望者を国の責任と費用で避難させること。5、福島県からの避難者の住宅支援打ち切り策を撤回すること。6、福島県のみならず、福島原発のように汚染された地域、各個関東を含むその他隣県での健康調査も行うこと。7、福島県のみならず、福島原発による汚染された地域での、7、原子炉等規制法を守り、全国に健康被害をもたらす恐れのある8000ベクレルキロ以下の除染土の再利用をやめること。8、世界標準の避難基準を定めた世界最初の人権宣言であるチェルノブイリ法を我が国でも制定すべき時期に来ている。放射能災害に対して人々の命と健康と暮らしを保障するためのこの法制定についてどのように考えているのかを答えよ。国は情報を隠さず原発事故後の生活について放射能に対する警戒を喚起する周知を広く行い、被爆を避けるための学習の場を設けよ。以上について2016年7月1日までにファックスで回答してくださいという文書を渡しました。どういうやり取りがあったかについて報告をお願いします。お二人の方が対応してくださいました。で、名刺もいただいております。お一人電話対応をしていただいた方が内閣官房内閣総務官室請願担当主査日高祐介さんで、もう一人の方が内閣府大臣官房総務課専門官富永康夫さん、このお二方が対応してくださいました。で、一応こちらはですね、当然なんですけれども、返答を求めております。で、期日もきちんと示して渡しているんですけれども、残念ながらこのお二人の対応は私たちはあくまでも窓口であって、持っていくだけですみたいな返答だったので、それはないでしょうと、きちんとご名刺までいただいて話をこうやって直接しているにもかかわらず、形式的な対応っていうのはないんじゃないですかねっていうちょっと議論になりまして、で、そうしましたら、富永さんという方は、お話を聞いたら福島の方だったんですね。で、福島の方なんですけど、残念ながらこうニコニコしながら私たちの話を聞いていて、本当に今現時点で起きていることを知らないと思いたくないですよね。まさか福島出身の方がこの現状を知らないなんて危機感がない、もし本当だったらびっくりしますよね。皆さん今日ここにいらっしゃる方
で、私たち脱被爆実現ネットが作っているチラシをお渡ししました。したことすぐパッてこう見てくれたんですね。ってことは本当に情報をきちんと持ってらっしゃらない方なのかなと。そうするとなるとちょっとびっくりしますよね。ってことはやっぱこういうふうな申し入れをして、逆に言えばこう窓口になってくれたおかげで、その方が本当に今回認識してくれて、で真摯に受け止めて窓口だけですっていうふうなことで逃げずに、まあ、対応してもらえる。逆に言えば私たちはこういう活動行動をもっと取っていかなければいけないんではないかと思いました。声を上げるってのはすごく大事だと思います。こういう抗議活動も本当に大事だと思います。ただそれだけではやっぱり難しいと思うんですよね。きちんとこういう回答を、示してもらえるような形で、根拠を自分たちでも示していけるようなぐらいにならなければ難しいんだと思います。現に福島県の中で172人もの子どもたちが小児甲状腺がんにかかっているっていう現実すら、残念ながら多分メディアがほとんど報道しないので知らない人の方が多いんであろうと。でここを通り過ぎていく観光庁系の方、若い方たくさんいらっしゃいますよね。警察官の方も若い方がたくさんいらっしゃいますよね。お子さんいらっしゃるんでしたら、本当に自分の子どもが大丈夫なのかっていう心配をしてあげてあげた方がいいと思います。東京都新宿区でもここは千代田区ですけれども、放射線量の数値は全国で5位ですよね。そういう知識を皆さん持っていらっしゃるのかなと。新宿区、千代田区そんな離れてないですよね。ってことはそれぐらいに放射線っていうのは今現時点で溜まってきているわけですよね。でそういうところから作物などが作られていっている現状、私たちはそれを知ったら食べられなくなると思うんです。知らないか食べてしまう。で、残念ですけどすぐに具合が悪くなったり病気になるんだったら多分危険性を感じると思うんですけれども、そうではないから安全です安全ですって言葉がまかり通ってしまうんだろうと思います。そういう現実をここを通り過ぎていく観光庁系の皆さんもちょっとが自分の体を心配した方が、自分というよりも、ね、小さいお子さんがいらっしゃる方心配された方がいいと思います。私たちがここで話していることは根拠がないわけではありません。農林水産省それぞれの省庁も数値をほとんど発表してますよね。そういうものをぜひ警察官の方とかここで見張っていらっしゃる皆さんも一応調べてみたらどうですかと言いたくなります。ぜひそういう知識を踏まえた上でこういう私たちの活動がいかに必要なことなのか、無駄ではないということをっていうかやらなきゃいけないんだと、変わらなきゃいけないんだということを本当に訴え続けるしかないんだと思います。隠蔽工作っていうことがどういうことなのか、なかったことになんかできないですよね。実際に事故が起きて6年目になってこれだけ病気が発生している、そういう現状を誰が訴えたのか、メディアが訴えなければ私たちがこうやって訴えるしかありません。で知らない人たちに1人でも2人でも3人でも知ってもらうようなことをしなければ国は変わらないですよね。だからここで抗議をするのが大事なんですけど、皆さん街中で本当に訴え続けましょう。でこういうビラを配ったりとか声を上げられなくてもいろんな手段があると思います。そうやって少しずつでも変えていくしかないんだと思います。この戦いに終わりはないですよね。ずっとずっとずっと残念ですけど原発がある限りやり続けるしかないんですよね。死ぬまで、多分私たちが死んだ後も多分原発ってなくならないですよね。